お元気ですか、ボクシュミでございます。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第14回目でございます。たまたまね、遠いねスーパーに行ったらですね、なんとですねまだ第1弾の方が売ってましたのでね、5袋買ってね、やりたいと思っております。それではね、早速開封していきたいと思います。まずはですね、1袋目でございます。で、こちらがですね、クライマックスファーストステージ第3戦劇的同点弾を放ったロッテの藤岡選手のカードでございます。阪神の青柳晃洋投手でございます。2袋目でございます。千葉ロッテの山口浩輝外野手でございます。で、本塁打王3回目の読売ジャイアンツ岡本和真内野手のカードでございます。3袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの清水昇投手でございます。広島東洋カープの森下雅人投手でございます。4袋目でございます。で、キラーカードが出ましたね、読売ジャイアンツの大城匠星のキラーでございます。で、千葉ロッテマリーンズの安田尚憲内野手でございます。で、5袋目でございます。本塁打王、打点王、最高出塁率の福岡ソフトバンクの近藤健介、外野手のカードでございます。ちなみに元ね、北海道日本ハムファイターズの選手でございます。で、最後に広島東洋カープの森下雅人投手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第14回目を終わりたいと思います。で、たまたまあったらね、15回目もやりたいと思います。で、広島カープのですね、2024年度版の BBM とエポック版をね、購入して届けしたい開封動画として出すと言ってましたが、新たにですね、東北楽天編もね、購入してましたので、そちらも届けしたい開封動画としてあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。